原の施設のステンドグラスヨハントルン・プリッカーは、オランダ生まれの画家、デザイナーである。世界的なアーツクラフツ運動の中で、家具やステンドグラスやモザイクなどの建築の装飾、本の装丁などもした。象徴主義や印象主義、アール・ヌーボーなど様々なスタイルの作品を制作した。デンハーグで生まれた。年から年の間、 ハーグの王立美術アカデミーで学ぶが、卒業はしなかった。ベルギーで活動していた友人の画家、ヤント・ロップから、ベルギーの前衛的な美術家グループの展覧会、20人展の作品を1890年に紹介され、象徴主義の作品を描くようになり、1892年に文学者で、美術評論家のジョセファン・ペラダンに、象徴主義の展覧会、 バラ十字サロンに招待された。1898年には、ハーグのアーツクラフツギャラリーの美術監督になった。このギャラリーでは、美術作品の他に、アール・ヌーボーの家具や商品を売った。ベルギーのデザイナー、アンリバンデ・ベルデと知り合い、バンデ・ベルデの作品の影響を受けて、家具のデザインを始めた。その年、結婚するが、妻は1年ほど後に流産から亡くなった。 1900年にギャラリーの経営者と仲違いしてギャラリーを辞めた。翌年版でベルデがスヘフェ人間で建築したビラデ・ゼモイユの装飾などの仕事をした。1904年にドイツに移り、ドイツ西部のクレーフェルトに新たに設立された工芸学校の教授となり、学生を教える一方家具や布地のデザインをした。1910年に教師を辞め、 前衛芸術のパトロンのオストハウスに招かれ、ハーゲンに移り、壁画やモもイクが、ステンドグラスの多くの依頼を受けるようになった。ハーゲン滞在中に、エッセンの工芸学校で教えた。プリッカにステンドグラスの技術を学んだアーティストには、有名な現代美術家、ヨゼフ・アルバースがいる。その後も、ミュンヘンで工芸を教え、デュッセルドルフ美術アカデミーやケルンの工芸学校などでも教え、 けるんで亡くなった。ありがとうございます。